皆さんこんにちは、クリプトンです。もう知っている方も多いと思いますが、先日公式からマインクラフトダンジョンズのアップデが今後一切来ないことが明らかになりました。本当に悲しいですね。今回は毎段公式のページを紹介したり、今後のクリプトンの活動について話したいと思います。それではどうぞ。チャンネル登録よろしくね。これが今回発表された記事ですね。2500万人を突破したことが大きく書かれてあります。もう5年も前になるんですね。ここまでだといいニュースにも見えるのですが、大事なのはこの下です。ここですね。開発者の方々は 1.17 以降新しいプロジェクトに取り組むために毎段のアップデートをもう行わないと言及しています。このマインクラフトユニバースってのは気になりますね。でも今後もタワーやデイリーは来るみたいなので、まだ楽しめそうですね。公式からは限定動画も出ていました。まだの方は見てみると今までの毎段が振り返れると思います。ここからはこのチャンネルの今後について話していこうと思います。まず、毎段についてです。アップデが終了しても、実況は継続していきます。皆さんも毎段の動画を見たい方が多いと思うのでね。しかし、ネタはなくなってきており、アップデが来ないのであれば、新たな供給もありません。なので、動画よりもライブ配信を中心に、毎段をやっていきたいと思います。視聴者の皆さんも参加して、みんなで厳選をしていきたいと思っています。次に減った動画を補うべく、マインクラフトを中心としたゲーム実況をしていきます。たまに全く関係ない、クリプトンの好きなものをやったりするかもしれません。こんな感じで、毎段は配信メインに、動画はマイクラ中心のゲーム実況など、をやっていけたらと思います。もしこんなことをやってほしいという希望があれば、コメント欄に書いていってくださいね。毎段は一区切りつきました。クリプトンもこの機会に変わっていきたいと思っているので、今後とも応援よろしくお願いします。